SB 中田、三浦、戦力外。中田圭介、戦力外通告に悔し涙、言葉が出ない。他球団からのオファーを視野。2軍で最優秀防御率受賞の左腕を構想外。ソフトバンク三浦瑞稀、なんで俺と複雑な心境。3月に死は生かされたばっかやん、意味のない昇格だよ。また他球団で活躍してソフトバンク叩かれる、いつものやつ。育成の取りすぎって結果的に選手のチャンスや可能性を奪ってるかもしれん。2年前のドライチクビにして2軍で4割打ってるやつもクビにして、ソフバンには何が残るんや。その中田っていうのぜひ中日にくださいって言ったらもらえるやつやな。プロテクト作戦じゃねえのこれ。1年でまた育成に戻されるとか枠開けか何か。中田に続いて三浦瑞稀も来季構想外やって。2軍最優秀防御率の三浦も戦力外でくさ、誰がこの球団応援するんや。こんな横島球団のファンやってたのが恥ずかしい。結局 FA で補強するからドラフトでいっぱい取って育成しても使わないんだよな。強奪のために死はいかんけんといかんからな。しゃあない。悲願の死はいか、登録達成してすぐに育成再契約って自分ならメンタル持たんと思うわ。プロテクト対策ならどうせどこも取らんし、45歳の和田剛を外せばええのに。ご視聴ありがとうございました。